例えば保守派の議員、これは本当に体張って反対してたけどそもそも茶番だったとしたら岸田首相は誰から何をごまかそうとしてるんですか国民から真っ当な議論を奪ったわけですよ、やる気がないのにやったふりをする、もしそうだとしたらそれだけで僕は辞任すべきだと思いますよ、総理大臣を。 LGBT 法案の行方なんですけれども、はい、今日現在 LGBT 法案というのは先ほどあの前の番組であの少しこう LGBT 法案に関して、まあ、ガセネタ的なことを流されている方がいるというお話もされてましたけれどもちょっとそのあたり詳しく教えていただけますか。はいえっと、今ははは国会には自民自公、まあ、与党案、これはその 性同一に関する不当な差別は認められないという認識のもとという文章が入っている自民党だからこれ差別はいけないといか差別禁止法ですよ理念法としてねそれとそれをもっとエスカレートさせた差別禁止法を立憲民主党などの野党が出して2本出てる状態なんですでここから先は与野党協議によって全てが決まる与野党協議によって全てが決まるあるいは 自民党の今、この法案をどうやって議論しますかというのは、本会議に出て、まず法案を読み上げるんですね、担当の、これ議員立法の場合は自民党の部会長が読み上げます、から内閣提出法案、閣法だったら担当大臣が読み上げる、これは本会議でまずやるんですね、その儀式、お経を読みといいます、これをやったら、次はいずれかの委員会に付託するわけですよ。 この委員会に付託するかしないかを決めるのが議員運営委員長なんですねはいこれはあの衆議院も参議院も自民党が取ってます多数第一党だから山口俊一さんという人と石井純一さんという人ですねでこの人がどっか委員会を作ってそこに降ろしますというそういうまあ最低差配をしたら、はい、これ議員議論始まっちゃうわけああなるほど その岸田さんとかね、総裁、自民党総裁、幹事長がやれって言ったら、これ、やるわけですよ。議運の委員長がやや、これはやめましょうってことはできるんですか、手続きとしてそれは議員委員長に職権として、そのどの委員会に付託するかを決める職権を持ってますから、はい、あーただ、岸田さんはね、この法案を出せと言って、出すけど通すなって言ったっていう人がいるけど、それじゃ国民は騙してるってことでしょ。 今まででの議論何だったんですかその説最近聞くんですよ。で、はい、それをね、だったら自民党の議論を長くして、採決しないまま続けていればよかったじゃないですか、うんはい、反対の方が多いことが明らかなのに、採決を取らずに一任を取った部会があって、その後総務会という最終意思決定をした、そこまでいったら、あとは全て野党次第ってことになっちゃう。そこで 野党とね、実はすごく握っていて、これあの、成立させないようにしましょうという握りがあったから、そもそもやる気がなかったんだと主張している人がいますが、すすね、もしだとしたら大問題ですよ、これ。握ってるのも大問題ですよねというか、じゃあ、これに一生懸命反対してた、例えば保守派の議員、これ本当に体張って反対してたけど、そもそも茶番だったとしたら、岸田首相は、 誰かかから何をごまかそうとしてるんですか国民からまっとうな議論を奪ったわけですよ。やる気がないのにやったふりをする、はい、もしそうだとしたら、それだけで僕は辞任すべきだと思いますよ、総理大臣を。国民を愚弄してる、そ,ね、それでアメリカに議論が続いているふりをする、えー、サミットが終わるまで、はい、そのためだけにそんなことをしたんだったら、 これなんていうかな、真理に値すると思いますよ、僕は。ただ、そもそもね、通るはずがないもので、ごちゃごちゃ言うなよと、今言い始めてる保守派の人は、この問題の本質と、それから、なんだろう、サミットでね、支持率上がったから岸田さんに乗っかっていこうという、不和雷道する人ですよ。それから今も、これ、立憲民主党が、これ、一旦これ、乗って通しちゃって、より自分の方に近づけていくように、修正をしていこうと 今決めたらこれ通っちゃうんですよ。それ通っちゃうんですね。これだって自分の案を下げるだけでいいんだ。あ,<ー>あるいは修正協議っていうのもあり得る。はい、与野党で。与野党で。うん。で国体で,で決まるんですかで。これはね基本的にはその国会に出す前は一昨年の段階では超党派の委員会っていうのがあったんですね。ねこの委員長やしたのは稲田朋美だったわけです。はい、そこに野党の立憲民主党の西村千秋とかそういうのが入って。 修正協議これ一旦合意してるわけ、はいはい、あ、今によりさんと画像お願いしますはいで、えー、この人が西村千奈美という人です、はい、でこの人と稲田朋美が握ったのが今回の自民党案の原案なんですね、うん、だそのまま出したら絶対飛び乗ってたところが、えー、その保守派ね我々も含めて、はい、えこれは政治人に関する、えー、その差別禁止のニュアンスはもう絶対 おかしいと言って少しだけ訂正をしているんですね、はい、政治人を性同一性と書き換えて差別を不当な差別としたただこれ中身変わらないです正直言ってあの性同一性とは何かというところに性に関する認識って書いてんだから、はい、これ政治人以外の何者でもない、うん、だとするとこれね一番わかりやすいのは公明党の山口代表はこの件について、ええ、今回の案は この、ね、西村千奈美と稲田朋美が握った一昨年の超党派合意案と中身的には同じだと言ってる私もそう思いますよすごいですねそのきっぱり言っちゃってるんですね山口代表が言ってるんですよ山口代表は2月7日にアメリカのジェシカ・スターンという LGBT 担当特使が来た時に最初に会いに行った人ですよ覚えてます、うん、でこの人が一緒だと言ってるんですよ、うん、ということは うんその説得に乗ったらこの人たちは今の自民党案に乗っかってくる可能性は今でもあるわけですそしたらこの法案通っちゃう、はい、だからこれが通らないと見越してイコールね立憲民主党は拒否するだろうと見越してこれを自民党の議論を結論を出したんだと言っている人は、はい それはじゃあ野党とどう握ったのか言えよと、うん、ありえないからそんなことただね例えば萩生田さんについて言えば萩生田さんはこれ何しろあの総務会まで通しちゃうということが強い総理の意思だったらそれはもう止められないわけね、はい、でも萩生田さんは安倍さんからこの件で薫陶を受けてるから、はい、何しろ成立させないことに特化して今動いているとすれば、はい、おっしゃったように国体レベルで 立憲民主党がこれを拒絶し続けてもらうことが不成立への道だからそういう努力はされてるんだと思いますよただ、それが規定路線だったからその岸田首相を攻撃するのはおかしいと二重なその無理な用語でそもそもこの議論をしっかり国民地に足つけた議論をしたいんだったら2月6日に茂木幹事長に指示を出して以降議論をすぐ始めるべきでしたね。 ところが統一予選が終わるまではこの議論を完全に封印したんです、岸田さんは。はい、要するに国民から、この、国民がこの問題に着目したら、統一予選で負けちゃうと思ってるから、国民を騙したわけですね、はい、その姿勢がずっと今まで来てる、はいうん、そもそも通す気ないとしたのか、通す気あるとしても、岸田さんの悪意は、許容の限度を超えてますね。そその人たたたちは岸田さんをかばいいいがためにそういう無理筋の いうういやそういうことを言ってる、なんかそこら辺の人はね、いろんな評論家とかいるじゃないですか、それは知らないです、僕は。ただ、岸田さんに国民を愚弄する深い悪意があったことは、どっちの可能性だとしても、これはもう動かしようがない、それから周りの人はね、例えば、稲田朋美を除くね、古谷啓二さんとか、新藤義隆さんとかは、総理が通せって言われたら、これ止められないですよ。 それで後付けでいろんなことを言ってるのは、僕は正直言ってね、フーリアさんというのはね、拉致問題とか、新藤さんもそうです、拉致問題とか、憲法改正とか、さまざまな保守的なアジェンダについて、精力的に動いてきてくれた人だし、今も動いてくれている人、だから、えー、この件での動きについては私は納得はいかないですよ、体張って止めてほしかったけれども、でも総理がこうだって言ったら、体張って止めたら、交代すればいいだけだから、総理側からすれば。はい 要するに本気で止めようと思ったら止められないんですよ。うん、で総務会長はだって遠藤利明でしょ、はい、もう岸田さんのまあ懐刀ですよで、そういう意味では党内議論を強引に突き進めたのは岸田さんだし、うん、そ,のそれを止めるのは遠藤利明さんも萩生田さんも職をとしてやるんだったらありますよ。こ、はい、これはは私のの務会長としてはこの あの精神は通さないって言ったら、それできたけど、萩生田さんを更迭すればいいだけ、岸田さんはね、だからそういう意味で、それよりも萩生田さんは、自分は続投して、国会で不成立を狙うという戦略を取ったんだとしたら、僕はそれが成功することに、えー、を祈りたい、なぜかといえば、この法案はこの国の形を根本から壊す、天下の悪法だからです。 今我々ができることって何がありますか？これはえー、っと立憲民主党に <laughs> 自民党案は不十分だと言って <laughs>、はいえー、これで飲んだらいけないよって言う。国民民主党とかあの維新に言うのもありですか？ありです。それで国民民主党とかあの日本維新の会は一昨年は。 LGBT 理解増進法に賛成の立場だった、はい、はいはいみたいなあのを上げてましたねイエスのあ,あ,のあれお一昨年ね、はい、2021年、はい、10月18日のお党首討論です衆議院選のその政党のいわゆるなんていうんですかマニフェストっていうのかなそ,その党の基本考慮に関わる質問ですよで賛成って言ったんですでも今回の議論でも嵐のように反対だという声が出たじゃないですか、はい、これは我々もね声を上げました、はい、そのおかげでビビってんですよ 日本維新の会も、えー、その国民民主党も拙速だって言ってるわけこれを通すと自分たちの人気がっていう要するに自民党の保守層が崩れたものを受け取りたいわけです次の選挙では、はい、そしたら今これを賛成って言ったらあいつらには入れないよって自民にも入れないけど国民民主にも自民にも入れないよってなるからブレーキをかけたふりをしてるんですねで一番大事なのは今立憲民主党なんですよ、はい、で立憲民主党は 5月18日に独自案を出したんですねその前日がこの絵なんですなるほどこの人 <laughs> エマニュエル大使ですエマニュエル夫人がいますねこれね立憲、はい、民主党の代表と代表代行そしてこの人は代表代行であると同時にジェンダー政策の総責任者ですあ総責任者総責任者ずっとだから一昨年し稲田朋美とも見通う政治に関する差別は認められないと いう文言を入れさせたののがこの人なんですだとすればこの人はこの国を壊そうとしてるこの国のいやとこの政党両方そうですよ日本の政党はみんなそうなんです今そこをまあ体を張って止めていたのが安倍さんだし、はい、その安倍さんと金脈を通じてる保守政治家が一昨年は体を張って止めたで一昨年も実はつるして 自民党での採決を引き延ばして、結果的に廃案になったんですね、党内議論的に。だから今は、この人たちに、自民党に絶対乗っちゃいけないと。複雑ですね、立憲にかかってるって。<laughs> いやだから、立憲にかかってる段階で、これがもう出来レースなんだというのは、これ、嘘なんです、立憲が乗ったら今でも通っちゃう、まあ、手としてね、委員会に付託しないまま晒しとくという手はあるんです。 で、それを最初は、岸田さんが、その、想定して、議論だけさせてたんだったら、とんだ食わせもんだってことです。はい。ものすごい悪いですよ。うん、まあ、どっちにしても、悪いですけれど。はい。まあ、国民が愚弄しているという意味においては、もう、これは。パターン二つですけどね。通そうと思って行き詰まったのか。もともと通すけはなかった。のか、うん、どっち道ち、国民が愚弄していることについては。ね、まあ、ちょっと前代未聞ですよね。わかりました。まあ、ただですね。まあ、今回の G7 も、まあ、いろいろとですね。あの。 結局日本の持ち味も出せずにもう西側諸国の最低に過ぎなかったというような感じもありますがやはり狙い通りに支持率はあの上昇しております9番のミーツさんのツイートです岸田さんの支持率が上昇しておりますで、まあこの話になりますとやはり解散総選挙あるかというようなことになっておりますけれどもこの解散総選挙についてですねまあ、ちょっと10番の記事紹介させてください 足立区議選で自民大量落選は古い政治への失望が変わった勢力図を分析するとということで足立区で自民党議員がですね19人中現職5人を含む7人が落選して公明党に第一会派に奪われてしまったんですねであの国のまあ国会議員よりまあ地方議員の方が選択肢が多い分民意が反映されやすいとやはり自民党を選びたくないよと。 な気持ちが広が広っていいいいるのかなというとうころにですすね14番お願いいたします事故を連立に響かということで隙間風が吹いているようなんですけれども自民党東京28区の公明擁立認めず茂木氏が伝達ということでこれは公明党が自民党に相談することなく28区擁立というのを通達してきたということで何だということで自民党はあの。 まあ、あの反反発発している反発といるとうのか、まあ、これに対して、まあ、一応最終的には萩生田政調会長一任になっているようですが28区のこの擁立は困難だということを伝えたということなんですねで今このような形になっておりますけれどもこの場合ですね解散,政解散総選挙はどうなっていくのかとこの自民から公明党が離れるっていうことがあり得るのかなということがまず一つなんですけれども。